この方にお願いしましょう、はい、お願いします。佐藤さん、前をお願いします。はい、あ、佐藤です、お願いします。大喜利始めて2回目の時に稲田さんにと一緒になった時に、僕の回答を初めてこう SNS で面白かったって書いていただいて、そこからあ、こんなにこう書かれるの嬉しいんだと思って、そこからこう大喜利をこうにどんどんハマっていったっていったところがあるので、ちょっと今日はいい戦いをしたいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、お願いします。では稲田キティさん、一言お願いします。そうだ、まだ残ってたって。なんかもういないと思ってた。いますか、ね、すいません、絶対出てきて、言って本当に、はい、勝ちます、はいはい、じゃあそれはお二人へのお題はこちら。左、美容総代、右、相関図。右へお願いします。相関図。お題はこちらです、うん、ちょっとね、いろいろ説明があるかもしれない。お題はこちら、ね、はい、空欄を埋めてください。これ、ちょっと簡単に説明しましょう。で、左上、冷静分析系男子の二宮拓人君と、右下の、天真爛漫系男子の神谷幸太郎君はルームメイトです、はい、で、神谷幸太郎君の元カノの田辺瑞希ちゃんに、はい、その冷静分析系男子が片思いをしています。で、あともう一本あの矢印が下に行ってて、川先輩、山田孝之大学院生に何か矢印が行ってて、関係性ですよ、関係性は何でしょう。3分間、なるほど、わかってます。佐藤さん、自然薯泥棒。自然薯たっての畑があってた。そうでしょ。いらないよ。沢先輩さん、はい、船田さん、 LINE の名前を車輪に変えていく。変なの、気が合ってる。何やってんだよ、同じ止まり方してる。まあまあまあ、割と何でしょう、何でもありといえばね、何でもありのようなお題だと思いますけどね、割と一つ三角関係完全にあるところでありますね。自然薯。そうだね。今日。はい、佐藤さん。ベビーパウダーを良くない使い方をする中。その関係。稲田さん。バトル感覚の文通相手。バトル感覚。そうだ。平等のキャッチボールじゃないの。一方的な。気になるわ、確かに。画前。ああ、いい打ち合いです、ね。いや、そうですね。序盤からかなり。残り1分35秒。うん、はい、船田さん。こいつ文房具使いすぎてねえか。疑い。いいだろ。文房具の消費が早い。貸した消しゴムを使う。残り1分切りました。はい、佐藤さん。無銭飲食と書かれたヘルメットを作った中。作った中、2人で。グレラさん。社内チャットで自負を送り合っている。なんかオタクのノリみたいな。アメリカ人のおじさんがうんうなずいてる。パーティーみたいなやつね。気持ち悪い。踊ってる。はい、佐藤さん。真のトンネルズ。いるんだよ、木梨憲武と。首だけで。石橋貴明のやつが。もうある。自称してるってこと？さあ、残り3秒ぐらい。はい。まあ、かけるか。
さあここで時間が来たので、はい、ペンを置いてください。はい、ではいければ挙手を。はい、佐藤さん。深爪大会のディフェンディングチャンピオン。深爪大会って何？分かってる。はい、平田さん。二宮拓人から一方的にメゾン一国の話をしてみたい。不走みたいな。踏み出せないんだ。終了。面白かった片方に拍手をお願いします。まあ両方面白いんですが、うん、面白かった方に拍手をお願いします。向かって左、杉原騎士さんが良かった方、拍手。面白かったから拍手。拍手でいきましょう。せーの、宮崎市。素晴らしい試合でした。佐藤さん、一言お願いいたします。はい、めっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。本当に楽しかった。よいしょ。